山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。輪島市門前町テテ整骨院谷良介さんにお話を伺いました。良介さんは輪島市深見町生まれ、中学からバスケットボールを始め、輪島高校に入ってからもバスケットボール部、2年生の時に怪我をして鍼灸師の先生に診てもらいました。先生は親身になってくれるし、待合室にいる患者さんたちは先に治療をして早く部活に戻れるようにと優しさも分けてくれました。将来は鍼灸師になろうと決めました。卒業後、京都の明治国際医療大学に進学、柔道整復師の資格も取りました。大学時代に奥さんの優香さんと出会いました。卒業後に2人で金沢に越してきて、鍼灸整骨院で働いた時に結婚、能登で整骨院を開業したい人を募集していたので輪島に引っ越し、仕事も輪島市門前町で始めました。2016年8月、門前町締めのドラッグ内にテテ整骨院をオープン。良介さんは健康や幸福寿命が長くなるようにを大切にしています。痛くなる前に体をケアしてほしい。痛みを治すのも大事ですが、痛くならない体づくりをすることで大事に至らないようになります。筋トレ教室もやっています。また門前町を盛り上げたいと思い、何か形にしようと能登の塩味と石を使ったドレッシングを作って門前町で販売しています。みんなでタッグを組んで町を盛り上げていきたいと思っています。6歳と2歳の男の子がいるので、スポーツをしてくれたらいいな、そしてみんなでスポーツ観戦に行きたいなとも思っています。輪島市門前町テテ整骨院、谷良介さんと奥さんの優香さん、能登の皆さんの体の見守り隊としてよろしくお願いします。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。